はい、いつもありがとうございます。カオチャンネルです。今日は、神戸の洋食ということで、元町に、やってきました。洋食源氏さんですね。中の雰囲気は、ちょっとね、あのカウンターがメインのお店なんですけども、カウンターお客さんいっぱいでしたので、ちょっと撮影の方はできておりません。で、メニューですね。で、私が頼んだのはあのハンバーグ定食の小の方ですね。 100g の方を頼みました。で、この日はですね、妻も一緒に行ってまして、妻の方は、なんだ、ビーフカツですね。ビーフカツとクリームコロッケの定食を頼んでます。はい、早速ですね、私が頼んだ、ハンバーグ定食、これが妻が頼んだ、ビーフカツとクリームコロッケですね。デミグラがかかってて美味しそうですね。本当に。はい、早速それでは試食をしてまいります。はい、ハンバーグ、はい、あの洋食、やっぱり神戸はね、洋食の美味しい店がたくさんあるんですけども、こちらのお店もやっぱり美味しいですね、ハンバーグ。この後ですね、まあ、あの妻と取り分けをしてね、シェアをしながら食べていきますけども、ちなみにですね、お店の店内は、先ほども申しましたけど、カウンターがメインになります。テーブル席がね、2名の席が、2択ありましたね。で、3名の席が1択と。で、あとは、カウンター席ということなんですけど、まあ、カウンター席が結構広くてね、カウンター席でだいぶ人数も座れるようになっています。どれぐらいあったかな、8席10席ぐらいありましたかね。そんな感じです。で、お店の雰囲気はね、あのご家族でされてるのか、なんかアットホームな感じの雰囲気のお店になります。まあ、カジュアルレストランなんでね、気兼ねなく、あんまり格好も気にせず行けるかなというふうに思います。妻が頼んだね、あのビーフカツを今お皿に置いてもらいましたけど、このビーフカツがね、むちゃくちゃうまかったです。焼き加減というか揚げ加減がもう絶妙で、中がほんのり、ピンクでね、本当にお肉もなかなか質のいいお肉を使ってるんだろうなという感じの味がしてましたね。まあ、若干高かったですけど、まあ、十分ね、あのコスパはいいんじゃないかなという。まあ、ちなみにですね、ちょっとあの、まあ、領収書もらったんですけど、領収書が合算だったんで、金額ははっきりしてませんけど、2人で2710円ですね。まあ、ですので、まあ、これ行ったのが土日なんですけどね、まあ、2人でこの金額だったら十分コスパ高いかなというふうに思います。まあ、あと一つは、神戸の洋食屋さんっていうのが、まあ、有名な、洋食の朝日さんとか、まあ、一平さんとか、ここいろいろあるんですけど、洋食の朝日さんでも確か、スープというかね、ご飯には味噌汁という感じだったんですけど、なんか、奈良とかでね、洋食屋さん行くと味噌汁じゃなくって、ポタージュスープとか、そういうのが出てきますけど、神戸の洋食屋さんっていうのは味噌汁が多いですかね。神戸で洋食を食べた時に何回かね、あの味噌汁が出てきますんで、まあ、神戸ではそれが当たり前なのかなという感じはしますね。あとですね、ランチタイム、お店のランチタイムが、11時半から15時
これがランチタイムになります。でディナータイムが17時から20時ですね。で定休日が火曜日ということになってました。であとあの神戸はねもう駐車場がなかなかないので、ただあの僕ちょっとあの全然違うあのコインパーキングに停めたんですけど、最後にですねお店の前であのメニュー看板を見てましたらですね、契約の駐車場があったみたいですね。ですので確認をしてね、もし行かれる方ありましたら車の方はねお店に電話して確認していただいたらなというふうに思います。あとこの日にですね、この後ケーキも食べに行きましたし、妻のおすすめのねあのパン屋さんの目にあったので、そこにも行きましたので、またあの別動画でねあの軽く紹介したいなというふうに思っております。顔チャンネルしばらくはですね、神戸と奈良のお店、が、ちょっとメインになっていくかなと、今まであの奈良メインにしてましたですけども、ちょっとね神戸に行く機会が多くてですね、神戸の方のお店もちょっとこれから多分多くなっていきますので、またねあの神戸に、行かれるときに参考にしていただければなというふうに思ってますので、よろしくお願いいたします。それとあの神戸であの車で行かれるときはね、あの駐車場が本当にあの場所によってはもう異常に高いので、あの看板によくいくらっていうふうにこう書いてあるんですけども、よくよく見ると夜中の金額だったりしますんでね、その辺はご注意いただけたらなというふうに思います。それではあの食事終わりましたので、これで終わりですけども、最後にあのこの表のねメニュー看板、あのお得なあの土日も ABC ランチっていうのがありましてね、これが結構おすすめです。あの今回はね違うのを食べましたけども、はい、あと場所の説明ですね、吉食源氏さん、JR の元町の駅、花熊駅で、あとは港元町湾岸線ね、この3つのちょうど真ん中ぐらいにあるのがこの吉食の源氏さんになります。ぜひあのおすすめですのでね、ぜひ皆さん神戸に行かれるときは一度行ってみたらいかがでしょうか。はい、今日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは。